こんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしていく響スタイル。本日の担当は私西本りみです。よろしくお願いします。今日はね、いつもとちょっと違った感じのところに来ているかと思うんですけれども、今日はこんな企画をお届けしたいと思います。題して、西本りみの青鬼に挑戦してみよう。わーい、やだー。今日はついにですね、響スタイルでゲーム実況をしてみようっていう企画になりまして、その第1弾としてまさかの青鬼をやらなければいけないことになりました。あー、どうしよう、怖いのダメなんですよ、マジで。ほんまに2、3年ぐらい前の白黒フェスでお化け屋敷がテーマやった時に、ポッピーのみんなでお化け屋敷入ったんですけど、私マジでもう無理すぎて、入り口のところで腰抜かしてずっと座り込んどって人目もはばからず大泣きしてたぐらいに、本当に怖いのマジでダメで、でゲーム実況を見るの大好きやけど、ホラーゲームだけはマジで怖くて見れない。青鬼も見たことなくはないんです。怖くてやめました。なんで最初の方だけしか知らんくて、今日はルールを作ってもらってて、そのルールが4つ一応ありまして、その1、通常の青鬼ストーリーモードをまず10分間プレイします。その2、これ登場します。その間に、その10分間の間に青鬼に捕まったら、これがビリビリします。これ低周波ですね。これがビリビリしちゃいます。でその3、10秒以上同じところに立ち止まっとってもビリビリします。でその4、同じテキスト10秒以上読んどってもビリビリします。そこでね、10秒間ずっと止めてて青鬼来ないようにしますみたいな、ずるいことしないためですね。何回も言うんですけど、私びっくりするのがマジでダメなんですよ。だからビリビリもびっくりするからさ、せっかく初めてのゲーム実況がもうなんかもうめっちゃ体張るやん私みたいになってるんですけどとりあえずそんなこんなで、本当に初見プレイなんで、マジで探索とかグダグダになるかもしれないんですけれども、その辺は温かい目で見守ってやってください。ということで早速実況していきたいと思います。はい、ということでこちら青鬼の新しい画面、ニューゲームですね。早速始めていきたいと思います。ニューゲーム違うね、画面がでかい。あ、それ主人公の名前、主人公の名前がね、リミオとかにしておきます。はい、ほんまに嫌、ほんまに嫌。でもね、ゲーム実況でこの辺の画面は見たことあるんです。聞いて、逃げられへんねん、マジで。これこれ以上後ろ下がられへん、気をつける。あー、もうこれは死亡フラグですね。はい、ということで、あ、動けるよ、いきますね。あー、もうほんまに嫌、ほんまに嫌、あー、ほんまに嫌。はい、ということで皿が割れてますね。あ、皿が割れてます。ちょっと待って、同じこと言った。あー、猿の母よって逃げた、猿の母よなんか手に入れてどうすんのって。もとりあえずもうなんかいろ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 探索していきますね。おー、いや、ほら変身みんな、なんかこの辺はうっすらと実況で見たことがある。皆さんねえ、もうみんなどこ行った。え、動ける、あ、動けるやん。あーねー、もう帰ろう、帰ろう、開かない帰ろうね、帰ろう。でもいつ青鬼くん、あー、もうなんか通った、もう嫌や、ほんまに嫌やね、帰ろうなんか通った、開かない、開かない、開かない、どこが開くのねえ、帰ろう、帰ろう、なんか変やん。ちょっと待って、ねえ、いつ青鬼、ねえ、まあ、これいつ青鬼出てくんの、ねえねえねえ、いつ青鬼出てくんの、なんか書いてある。あー、入れる、入れる。あー、もうなんかもう片っ端から調べて、あー、もうもういや、あー、もうなんかうるし誰、あ、たけしや、あ、リミやこれじゃな、絶対たけしの方がリミやねんけど、他のみんなはガタ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 、何してんのたけし、たけし、たけし何してんのねえ、たけし何してんのそんなとこおらんで一緒に行動しようや。ねえねえ、動かせるや。あ、鍵、鍵、確かここに鍵、あれ、ちょっと待って、あ、図書室の鍵、図書室どこ、図書室どこあー、ちょっと待って、図書室どこ、これこっち一番最初のとこやったっけ、ここは、あ、図書室、あー、図書室に入ったからセーブをしよう。あー、もういやあー、もう図書室に入ったからセーブをしよう。あー、ちょっと待って、もうおったやん、だって今ねえ、おったやん、もう怖い音鳴ってんねんって、左耳から、もう音で脅かすのやめよう。ねえねえねえ、
スピーカー解いてくれへんかな。ああなかった。寝室の鍵、寝室。じゃあもういや。いやいや。よう知ってるやろ、よう知ってるやろ、それだけはなんか見覚えがあんねん。たけしがおったとこになんか隠れとった記憶がね。え、もう出ていい、出ていい。あーもう嫌や、もう嫌や。あー開かない。寝室どこ、寝室どこ、寝室どこ。あーえ、ここ先行けたっけ。ここって逃げれる、ここ逃げれる。ねえねえ、あ、ここも逃げれそう。オッケーオッケーオッケー。なんもない、なんもない。何これ忍者意識みたいな。ちょっと待ってねえ、ほんまにほんまに。ねえ10分まだ。え、ちょっと待って、いつから10分測ってんやっけ。ちょっと待って、10分測ってくれてます。あ、寝室の鍵あった、もうセーブ。何も進んでへん今日のゲーム。ここは開かへんの、ここは開かへんの。なんかなんかなかったっけ。ねえこの辺になんかなかった。あーあー、そうそうそう、見たことある。時が動いたらセーブ。ああもういや、あーもういや。あー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 、何これ知らん。ちょっと待って、ちょっと待って。あーもう血ついてるやんか。こっち何、鍵を開けた、何の鍵。あれこれさっき、え、ここ、ここどこに繋がってるこれ。え、どっから来たんこれ、どっから来た、どっから来た。え、こっち。あ、なんかそう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 、なんか巻くための、巻くためのルート。図書室、ここさっき来た。まあそれでここが図書室で、あっちがさらわれとうとこで、こっちなんかある。あー、いやー、さっきここ開いてへんかったやんか、閉まっとったやんかね。ここ閉まっとったね、ね。あーもう、あーもう、あー、プラスドライバー、プラスドライバー、プラスドライバーでなんかのネジ開けるんか。ちょっとあのアイテムを取ったらセーブ。てか全然青鬼来へんな、意外と。私が青鬼が出るところに行ってないかもしれへんな。え、ちょっと待って、怖い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 、ここ新ルート、新ルート、新ルート。新しいとこに来たらセーブ。ちょっと待って、なんか来る気がする。こっちは、こちらもない。ちょっと待って、なんか、あーああ、怒られるしんだ。こっちなんもないやん。ちょっと待って。暴れすぎてこれ剥がれたし。突然ビリビリするのなしって言ったやんね。分かった。ちょっと待って。逃げるルート先に確認するから。逃げるルート先確認するから。ちょっと待って、隠れる場所どこ？隠れる場所どこ？隠れる場所どこ？この辺隠れるとこなかった。さっきの、あの、無限に回っとったらいつの間にか巻いてくれるルート。どこやっけ？ここや！よし。ルート確認したぞ。青鬼に、私は青鬼に立ち向かう。あねえ、あーもういや、あーいや、いや、いや、ねえ、あーちょっと待って、どこ、どこ、どこ、あいや、あー待って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 。あ、しかもセーブしてへん。こっちでも来るのこれ、こっちから行っても来る。あー間違えた、道間違えた、道間違えた。最短で逃げたい、最短で逃げたい。ねえこれ負ける、ほんまに負ける、これ負ける。ねえねえ、あーおいやいやいいあーこれさ、ちょっと他に道ある、他に道ある。待って、たけし、たけしが逃げとった、あの部屋、あのたけしが、たけしが、たけしが隠れとったあの部屋どこやったっけ。ねえあっちの方がもしかして近い。ねえ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 、たけしどこ。ちょ待って、これあかんのちゃう。なななな、開いてくれやつちゃう。ミーヒ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 、いけるいけるいける。青鬼から逃げられ。
ということで10分間プレイが終了しました。生まれて初めて青鬼を自分で動かしました。マジでてかホラーゲームを自分で操作しようとしたのが本当に初めてですね。いやー無理楽しいゲームしよう、なんか可愛いゲームしよう。はい、ということでホラーはこれぐらい西本はダメっていうことを分かっていただけたんじゃないでしょうか。はい、ということで初めてのゲーム実況がもうこんなもうグッドグッドになっちゃったんですけれども、楽しんでいただけていれば幸いです。今日の動画はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで本日の担当は私西本りみでした。バイバイ。